今日はですね、冷しゃぶしました。昨日ね、買い物、スーパー行ってて、何しようかなと考えてて、あ、これやって、ひらめいたのを結構作ってるんですけども、で、食べたいなと思うやつ。で、昨日それがひらめいたんで、でね、冷しゃぶの時僕は、もやしを作るんです、使うんですけども、もやしが最近ね、入ってきてないんですね、多分。だから、豆苗を代わりにやりました。このね、ほんで冷しゃぶをね、この肉とこの肉まだ違うんですよね。まあ、そういうところもちょっと変えてるというね。で、いつもの特製タレですね、これ。で、味ポンと、つゆ、めんつゆと、で、みりんと、で、ごま油。ごま油がポイントなんですね。それに、いりごま、すりごま、で、このネギを大量に入れてます。美味しいですよ。皆さんやってください。で、野菜を取ってもらおうと思って、これ色の野菜を入れました。で、バナナですね。こんな感じですね。最近ね、今はですね、卒論の、一番忙しいところで、すごい忙しいんですけども、頑張ります。ということで、いってらっしゃい。僕も行ってきます。